お疲れ様です。皆さんお仕事お疲れ様です。うつむいた表情も可愛いです。ありがとうございます。うつむいた表情、ちょうどさ、携帯でこうコメントね、携帯もこのショールームと連動してるんですけど、ちょうどコメントが読めないんです。今日ね、田辺、新しいリップをゲットしたんですよ。なんかこの間なんか通販サイトでなんかすごい安売りセールみたいなのがあったんですけど、結構メンバーとかも利用してるんですけど、で田辺もまあ買ったんですよ。このリップを使ってみたんですけど、いい感じだった。怖っ。なんかね、秋っぽい色のリップが欲しいなと思って、ちょっと赤みっていうかオレンジっぽい感じのやつ買った。スタート。なんか赤オレンジみたいな、赤オレンジ茶色暗でも赤に近い色。うん、いいですね。秋はさ、深めの色とか使いたくなるからいいですね。なんかあんまりわかんないかもしれないんですけど、結構ツヤツヤしてるんです。もう秋、秋だねって言いながらさ、外がめっちゃ暑いからなんか頭がこんがらがりました。鍋、本当に秋みたいな。他の色のリップとか化粧品も届いてから、今日2つ使ったんですけど、どっちも当たりでしたね。田辺めっちゃ口コミとか、なんか買い物とかで絶対失敗したくない人なんですよしたくない人なんですけど、だから口コミとかめっちゃ調べて、もういろんなところで調べてで買ったんですけど、良かったからいい感じ。ペコちゃんみたい、この顔普通にこうできる。カーキはどうですか。いや、カーキをさ、カーキどういうこと、メイク用品でカーキを取り入れるってことですか。カーキは顔に取り入れたらもうあれだよ、パリコレみたいになっちゃう。田辺の顔がパリコレのモデルさんみたいなメイクになっちゃう。そう、口コミ大事なんですよ。田辺さ、すごい関係ない話なんですけど、結構割と高校生ぐらいまで口コミのことをね、ロコミって呼んでた。やばくない？口コミのことロコミって言ってたんですよ、田辺。カタカナのロって思ってて、ずっとロコミって言って、ロコミって言ってて、それでなんか、まあお母さんとか会話した時になんか、ね、これさ、え、でもこのね、これなんかすごいロコミいいらしいよって言ったら、すごいめっちゃなんかはみたいな顔されて、そう、はみたいな、何言ってんのみたいな顔されて、何ロコミってって言われて、え、ロコミだよって言ってなんか商品とかさ、これいいですみたいなやつみたいな感じで言ったら、え、それ口コミって言うんだよ。すっごいなんかもう
なんかもうすごい呆れられた。なんか我が娘、なんかもう我が娘何言ってんのみたいな顔された。すごいね、その顔見た時すごく悲しくなった。なんかもう明らかにね、瑞希のことを下げた目で見てた。なんかもう、みたいな、めっちゃため息出てた。そう、切ないかった。なんか、ね、口コミって言うんだよそれって言って、絶対他のところで言わないでねって言って、よかったね、初めにロコミって言ったのがこの家でって言われた。なんかさ、瑞希漢字読むのめっちゃ弱いんですよ、苦手なので。漢字の読みが苦手で、昔からそうなの。なんかテストとかでも漢字は苦手なんですけど、書きよりも読みの方を間違えることが多くって、で、そうで、まあ勘違いだったんですけど、今回に限っては口をカタカナの「ロ」って勘違いしただけの話なんですけど。って感じですね。何？チュリさんの卒コン写真集、なべちゃんのカメラ目線をチュリさんが褒めてたよ。何それ？褒めてたんですか？チュリさんが。嬉しい。何のカメラ目線？チュリカメ撮ってました？チュリさん。全然覚えてない、田辺。なんだなんだ。ね、そう、直筆が直筆って言うんですよね。それも教わった。しっかり直筆ですね。なんかのお仕事の時に間違えていって教わりましたね。あ、ブリキ？ブリキですか？ブリキかな。見たいな、田辺も。チェイさんの卒業フォトブックいい顔してたの見たい。田辺もゲットしたいや。皆さん持ってんのか。いやでも今思うと、あのハロウィンナイトあるじゃないですか、めちゃくちゃすごかったよ。なんか反響が、わかんない、反響っていうか田辺の中での反響がすごかった。だってトーク会とか、それ卒コンあってちょっと経ってからのトーク会もう、なんか初めましての方がたくさん来てくださって、みんなブリキの話するの、びっくりした。すげえ、ブリキすげえって思った。 ブリキすごいって思った。古川さんも反応したの？知らなかった、それは。いや、ブリキは確かにあれだね。ブリキ、そう、もうすごいじゃない、すごいじゃない、すげえって感じ。いやでもあの時はカメラマンさんに、カメラマンさんっていうかスタッフさんに、この時にここで田辺のことをカメラで抜くから、ここカメラアピールよろしくねって言われたんですよ。言われて、でどうしようってなって、まあ、ブリキだからブリキみたいな感じのこと言った。はあ、反響あった、あった、田辺の中でね、めちゃくちゃ反響あった。いやもうみんな初めまして、ブリキ見てきました
ブリキを見てきました。ブリキを見てきました。もうみんなブリキの話しかしない今日と思って、いやすごいすごいと思って、いやすごいね、コンサートとかさ、いやなんか改めてライブとかでのそういう時でのもののすごさ、反響のすごさ、やっぱライブって皆さん見るんだなと思って感動したよ。まあチュリさんの卒業コンサートだったから余計皆さん見てたとは思うんですけど、いやすごいなと思った。ブリキの衣装でよかった田辺ブリキ嬉しかった、可愛かったな、あの衣装。ハロウィンナイトのブリキめ、でも頭めっちゃ重かった、頭がめっちゃ重かったですね。取れそうだったから激しく踊れなくって、いかに頭を動かさずに踊るかみたいな。でもハロウィンになると他の衣装も着てみたいな、田辺。なんかさ、田辺って結構衣装だと可愛い系が好きなんですよ。可愛い系の衣装がすごい好きで、なんて言うんだろう、ああいうっていうか、普段の私服があんまり可愛い系じゃないから、だからこそ衣装で可愛い系の衣装を着るとすごい嬉しい。ハート型ウイルス、ゼップツアーのハート型ウイルスとかの衣装も嬉しかった。ブリキが可愛いだけじゃなく、みっちゃんが可愛かった、最高ですね、最高の言葉ですね、ありがとう。ああ、去年の12周年のジャンヌダルクの田辺、あれはまあ反響なかったあれは多分分かんない、反響あったのかな分かんないけど、ブリキがすごすぎて、なんだろう、12周年の時ってさ、あんまトーク会なかったよね。9月、11月とか10月の終わりくらいじゃない、トーク会始まったのって。だからこの9月だ、10月じゃないですか、あんまりなかった。褒められたけどね、褒められて上機嫌の見ちゃうか、いや褒められ、いやもうね、褒められたら嬉しいですよ。田辺なんかは特にさ、皆さんが褒めてくれる言葉を自信に変えて頑張ってるような人間なので、うん、嬉しいですよ。だからトーク会とかないと田辺大丈夫かなってたまになりますねたくさん褒めてください、トーク会の時。いやなんかね、なんか自分で言うのもなんかもしれないんですけど、気づいたんです、田辺って絶対褒められ、なんか褒められて調子乗るタイプもいるじゃないですか。田辺って絶対褒められて伸びるタイプなんだろうなって思った。なんか褒められると調子いいんですよ、自分のなんかいろいろが、なんかよく動くみたいな、なんていうの、いい連鎖みたいな感じ。早くトーク会したいの、褒めたいな、褒めたいことありすぎる、嬉しいですね、たくさん褒めてください。みっちゃんは欧米型、何欧米型って、欧米型どういうこと、欧米型、何が、食生活がってことですか。そう、褒められるとめっちゃパワーに変わるもん、田辺もね、褒められたらもう何でも頑張れる。
なんかでも今思い返せば本当にそうなの。なんかダンス習ってた時も、まあ、結構厳しい先生だったんですけど、まあ、先生にもなんかずっと褒められる、まあ、田辺自身も褒められるためになんかなかなか頑張れなかったっていうか、なんて言うんだろう、頑張ってはいたけど、なんだろう、これ以上どうやって頑張ればいいんだろうみたいな感じの連鎖の時にちょっと褒められるとちょっとうんうんみたいな感じ、自信ついて、なんかそれでなんか結構いい感じのところに行けたりとか、そういう感じだったから、あ、田辺ってやっぱり褒められると自信つくんだろうなと思って、みっちゃんと話したいすぎるね。田辺もね、皆さんと話したいですよ、したいですよ。そう、なんかずっと田辺下向くのが癖で、下向くのが癖で、まあでもそのきっかけを変えたのは自分の行動ではあるんだけど、なんて言うんだろう、下を向くのが癖で、なんかでも直そうと思ってもなんか顎引いて、ここめっちゃ怖いんだけど、こうやって踊っちゃうの、こうやって踊っちゃってて、なんかそれで下向くな下向くな下向くなって言われて、でももう無理みたいな感じで思ってて治んないと思って、それがもう 1,2 年ぐらいずっと続いてて、だけどなんかもう下向くなってことは、じゃあもう顎をもう思いっきり天井に上げるぐらいに上げればいいんじゃないかと思って、それでやったら踊ったのね、その日。まあちょっと変って怒られてもいいから一回これで挑戦してみようと思ってやったら、めちゃくちゃ褒められたの。ダンスの時にめっちゃ褒められて、めっちゃ褒められて、そうだから、そしたらえみたいな、えうん、あ褒められたみたいな、なんかそれで自信ついて結構いい感じになった、いい感じになったっていうか、なんて言うんだろう、例えばダンスの習ったとこ時だったら、そのダンスのポジションがちょっとずつ前に行ったりとか、いろんなところに選んでもらったりとか、なんか多分自信なかったんだろうね、なんで下向いてたのか自分でも分かんないんだけど、でも顎引く癖もあるし、気づいたら目線が下になってたの。でもね、多分ね、たまに瑞希もね、今でもたまにそのダンスで上向くっていう、上向いて踊れって言われてたから、今でもたまにね、多分劇場公演とかでも劇場公演とかでもたまに瑞希上向いてる時ある気がするなるべくお客さんのことは見るようにはもちろんしてるけど、絶対多分絶対なんか遠くを、めちゃくちゃ遠くを見てる時があると思う。いや別に田辺にネガティブな人間ではない、多分落ち込んだらネガティブにはなるけど、落ち込まない限りはネガティブではない。誰でもそうか、うん、なんかはじけていいよってめっちゃ言われるけどさ、はじけていいよってさ言われるじゃないですか。でもさ、田辺ってさ、自分で言うのもさ、自分で言うのもめちゃくちゃなんですけど、ほんとね、めっちゃ何回も言うね、自分で言うのもなんなんですけど、頭いい悪いとかは別にして、すごい真面目なんですよ、性格が真面目みたいな。だから弾けるのって難しいよなと思う。でもそれを乗り越えて弾けると多分良くなるんだろうけどね。
だからそのためにも田辺は頑張んなきゃいけない。なんか真面目っていうか頭が固いんですよ。いやもう自分でももう頭がもうなんていうの、堅物なんていうんだ、大仏みたいに頭が固い。本当に頭固い人間だなと思う。うん、落ち込んだ時は呼んで、めちゃくちゃ読めるから、うん、ありがとうございます。大仏じゃない、ごめんなさい。ごめんなさい、大仏じゃない、頭が大仏、ごめんなさい、頭が大仏じゃない。あんないっぱいなんかお団子みたいなの乗ってない、水木。そう、崩し方が分かんないの、頭が。なんか団子っていうか、なんか丸い、なんかバツ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 、パンチパンは、そう、パンチパンまではないからさ。てか今日田辺あれ見たんですよ。なんかエゴサしたんですよ。エゴサしたんですよ、田辺今日。エゴサしたらさ、今日青がやってたんですね。びっくりした。青がやってるんだと思って。なんか金利を田辺がやってたらしい。やってるのかな、怪物。今日なんかあれですよね、あれもやってたよね、なんだっけ、めっちゃド忘れした。あ、そう、公演見るやつ、公演実況やってましたよね。この後も DMM 見れるのかな。あ、ココナさんのデビュー公演をやってたの、いつだろう、全然覚えてないな。え、田辺緊急生の時めちゃくちゃ髪長かったからね。今日は45分まで配信しますね。金にどっちやってたの？金に田辺はピンクじゃない？だってココナさんのさ、デビューの時ってさ、あれじゃない、結構初期だから、初期の頃ずっとピンクしかやってなかった。3月31日、ああ9期生全員出たやつか。あれ、あんな先生が見に来ていた時の昼公演、え、あんな先生見に来ていた時、田辺ペンギンじゃなかった、あれペンギンじゃなかった、金利だった、もういいか。ね、もうあんなロングヘアだったんだ水木と思って。変化しますね、人間は。え、赤と青やな。でもなんか金にのみっちゃんみたいな感じの見たんだけどな。金にじゃなかったのかな、ペンギンやってたのかな。
やめなさい、ワイナちゃんも変化したよって。いじっていいのか分かんない、いじっていいのか分かりません。いじっていいのであればいじりたいけども、めっちゃ長かったよね研究生の時。田辺一番長、一番ではないけども、一番二番三番レベルで長かった髪の毛、休憩の中で。髪の毛は伸ばさない、わかんない、もうそれはわかりません、わかりません。もうね、でもやっぱり皆さんもさ、変化してる方が面白くない？アイドルって変化しないとさ、どうなんだろう。うん、まあ伸びたら嬉しいとか、それぐらいの程度で思ってくれたら嬉しい。嬉しいな。なんか変化を、変化をアイドルの変化をちょっと苦手だなって思う方もいるかもしれないけど、変化してしてる姿を見てほしいですね。まあ何も考えてないけど、本当その時その時で変化してるから、全然何も考えてないけど、これしようこうしようじゃなくて。茶髪にしちゃうの、うん、まあ田辺全然黒、全然考えてない、黒髪。いもうちょっと多分わからない、全然わからない。変化しなくてもみっちゃんこれと信じてやっていることを見るのが好きです。嬉しいですね、ありがとうございます。でも今思ってるのは、髪の毛もうちょっと、そう髪の毛をいろんなアレンジをしたくて、田辺アレンジをしたいから髪の毛を伸ばしたいなっていう気持ちもありつつ、今のこのボブくらいの長さも結構気に入ってるんですよ。だからうんって感じ。めっちゃ首曲がる、うんって感じですね。まあ髪型は変化しても田辺の中身は変化してないからさ、まあ大人に、考え方が大人になったとかそういうのはあるかもしれないけど、それ以外だったら基本変化してないから。みっちゃん外国人っぽいところあるよね、ちょっと英語喋ってみて。アップル。リアクションどうしよう、こういう時はいいんです、わらわらみたいな、わらわらとかでいいんです、わらわらでいいんです。誰かが笑ってくれないと田辺の方が気まずい。
皆さんのコメントしか見れないからね。皆さんは画面越しで笑ってるかもしれないけど、田辺には分からないんですからね。ショールームの時はわらわらとかでいいんです。 www とかでいいんです。あのショールームの時はね、まあ田辺も本当人のこと言えないんだけど、本当人のこと言えないんだけど、ショールームの時って皆さん多分笑ってるかもしれないけど伝わらないんですよ。あのコメントで送ってください。トーク会とか劇場公演だったらなんとなく表情でわかるからさ。はい、だけどさ、人のこと言えないの。田辺も言うて全然なんかなんていうの、コメントとかあるじゃないですか。口に出して読めばいいのに、読んで頭の中でうんと思うタイプだから。すごいよね、そう思うと。たくさんコメントしてくださる方ってすごいなと思う。そう思うと大体の人はさ、何らかの作業、わかんない、どうなんだろう、どういう感じでショールーム見てるんですよ皆さん。田辺だったね。田辺のショールームの楽しみ方は、まあたまに画面も見ます、見るけど、まあ基本なんか作業したりとか何かをしながらみたいな。ずっと画面に貼り付いてますか皆さん。あ、でも何かしながらの方も結構多い、ね。やっぱそうだよね、ほらカップ麺を食べようとしたので少し離れていましたとか、ほらやっぱそういう感じじゃないですか。あ、でも画面をずっと見てくださる方もいる。ではね、テレビ見ながらとかそういう方もいるんじゃない。テレビもそういうタイプ、あのショールームを見る側だったら。推しの配信はそれだけに集中してる、コメント読んでもらえると嬉しいわ。なるほど。でもコメントいっぱい来ると嬉しいですよ、推し面の方も。田辺もコメントいっぱい来るとめちゃくちゃ嬉しい。でも多分田辺ってさ、口数少ないし、口数めっちゃ少ないから多分コメントするの皆さん大変なんだろうなと思いながら見てる。そう、なんか田辺の配信過去になん結構割とね、田辺の配信を寝落ちをするために田辺の配信を聞いていますっていう方もいらっしゃるぐらいだから、だから田辺も夜の方に配信したりしてる。面白いコメントなんて考えなくていいんですよ。皆さんが思ったことありのままをお伝えください。まあもちろんそれ傷つけるような言葉ではなく、思ったことありのまま素直に感じ取ったこと。寝起きです、今来て。寝起き？昼夜逆転してますか？そういうわけじゃなくて、あれかな、田辺みたいに昼寝かな。弱めの食べ物情報いつも助かってます。
いつでも送ります。今日食べ過ぎちゃったんだ田辺、今日ちょっと食べ過ぎちゃったんだ食べ過ぎて食べ過ぎてやばい、めっちゃ食べ過ぎたと思って、慌てて体を動かしましたそしたら疲れ果てて寝ました。1、2時間くらい。みっちゃん太ることってあんのあります？田辺も全然太る、太ります、人間なので。全然痩せ体質とかでもない。痩せ体質だったのは小学生中学生くらいまで。くっちゃねじゃないよ、くっちゃねじゃないよ、聞いて。だって田辺筋トレとかしてたんですよ、食べ終わって。あ、やばい食べ過ぎたと思って筋トレしてたんです。運動してましたってことにしておく。運動して疲れ果てて寝たということにしておきます。タイム割と食べ過ぎて、あ、やばいと思って一人で体を動かしちゃう。そうだよ、田辺は食べて踊って寝るタイプ。食べてる割には太ってない。だからそれは焦って運動してるからだと思う。でも全然田辺も痩せてないから痩せなきゃダメですね。痩せなきゃダメです田辺も。スタイルいい方なわけでもないので。え、わかる。ネモハもルモアって読むかな。ネモハもルモアのやつさ、タイム踊ってみたい。チャン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 、めっちゃ見てる。チャン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 、かゆい。ルーマ、ネモハもルーマ、ルーマか。ありがとうございます。ルーモアあれだ、これは多分恥ずかしい。ルーマー、めっちゃ単語で覚える時の読み方しちゃった英単語覚える時。ね、英語読むときこうやってローマ字読みしますよね。イレイサーあるじゃない、消しゴムとか。イレイサー水着、なんかイレイサー、イラセアみたいな感じで覚えてた。すっげえ無理やり覚えてましたね。え、難しい。フレンド、フリーエンドで覚えてたよ田辺も。
いやでもそうやって覚えますよね。リベンジャーズだ。トーマンク来た。何の味でしたっけ？何の味をしてたっけ？ああ、そう。すごいかっこいいなと思ってめっちゃ見てます。すごいよね、あんなロックダンスすごい。ロックダンスってすごいね。相当踊り込まないとさ、難しいよね。この中にひよってるやついる？ひよってる。怖い。怖いじゃないですか。外に遠まん。しかも多分中学生じゃないよ。普通に大人ですよ。みっちゃん、東卍誰好きなの？田辺誰好き？東卍、田辺は、田辺は、三ツ矢くんとかですかね。ドラケンとか。ロックダンスやったことないよ、田辺。やったことない。タービーヒップホップとかめちゃくちゃ下手くそだもん。タービーヒップホップ多分絶対下手くそですよ。ああいうのめっちゃ下手くそ。多分男の人系のダンスがめちゃくちゃ下手くそだと思う。男の人がよく、男の人も男性の方もよく踊るような、ああいうダンスは下手くそだと思う。うん、田辺やってたのはジャズとかチアとか、なんか、なんだっけ、なんかバレエ系でした。どう苦手、テンポが取れない。うん、かっこよく踊れない。ダンス、なんだろう、テンポも確かに難しいんだけど、それ以上にかっこよく踊れない。鏡の前で見た時に、なんかかっこ悪いみたい。ちょっとメール送っちゃってもいいですか？すまない。もうちょっとお話ししたいんだけど、でもメールを送らなきゃいけないという、メールを送らなきゃいけないという、事件が発生しております。ごめんなさい。どの写真です。なんか狐になった写真を送ります。あーでもどうしようかな、狐になった写真でいっか。はい、大丈夫です。いやもう田辺はおやすみなさいのメール、今日は多分4通しか送れなかった、ごめんなさい。
なんかさ、キツネさ、可愛いなと思ったんだけど、白いつぶつぶの加工なくせないのかなと思ったけど、白いつぶつぶの加工ついちゃう。あれ外したいんだけど、水着。そうです、さっき打ってたメールです。届くといいですね。まあ届くはず。うん、4つも送ってんの偉いね。いやいやいや、だってタービの1日の目標が5通4通だとああとかなっちゃう。やっぱりブツブツ謎でしょ。だけどブツブツ送っちゃった、ブツブツを送っちゃったから、なんかマスクしてると思って、パック、顔のパックしてるじゃない、あの写真って。多分知らんけど、それで田辺って1日5通送るっていう目標があったんだよ。知ってた？知ってませんでした皆さん。なんでみんなそういう加工するの？あれですよ、でもなんか漏れるんですよ、可愛いの。多分これは男の子とか男性の方には分からない、女性にしか分からない加工なの。こういうものなんです。女の子は可愛いと思ってるんですよ。でもそれでも持ってる格好が多い。え、もう届いたメール、まだですよね、さすがに。お腹鳴っちゃった。田辺のああいうそういうキツネの加工とかは最終手段ですね。大場目のやっぱり皆さんにはいろんな写真を楽しんでいただきたいから、同じ服の自撮りだと楽しんでいただけないかなと。多分皆さんはきっと中にはそんなことないよみっちゃんの、言わせてないですよ、みなちゃんで誰、みっちゃんのみっちゃんの写真、自撮り写真なら何でも可愛いよ嬉しいよと思ってくださる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり面白くいろんな画像を見ていただきたいので、はい、初めて自分のことみなちゃんって言ったんだけど、あ、皆さんミナルさんのこと初めて皆さんって言った。すごいなんか慣れない。ミナルさんはミナルさんだよ、可愛いミナルさん。あ、田辺はミナルさんではなく田辺です。ミナちゃんは大場ミナさんですね。という感じで配信を11時になったので終わりたいと思います。田辺も明日やることがあって早めに寝ないといけません。今日もありがとうございました。ショールームを見てくださって、また配信しますね。ではおやすみなさい。バイバーイ。